ストラドちょっといじってみるか。あんまやりたくないけど自分では。すこぶる調子が悪いから使うか分からんけど、今現状ねこの状態で置いとくよりはまだいいよね。自分ではネック外したくないんだよね。いや怖いね、自分でネック外すって怖いよね。基本自分はなんていうか触んないですから楽器は。レスポールとかもさ、こうコマをいじるとかやんないっす絶対。お疲れ様です。今日は2月18日です。はい。いや、あっという間じゃない？時間経つのすごい早くない？すごく最近早いんですよね。年取ったってことだろうね。で、今日は、オンラインレッスンと、そして、出張もあります。一個ずつ。おはようございます。なんか気になるところがあるんですか？はい、どうぞどうぞ。はいはいはい、ちょっと待ってくださいね。今自分も見てるんですけど、あ、こ、はいはいはい、で、はい、今、その下ろしてくるとこ見つかりました。で、その後の、はい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 、あります。はいはい、今日もお散歩行きます。出張レッスンまで1時間半ぐらいありますんで、ウォーキングです。で、今日はね、ポッドキャストライル・メイズのインタビューを聞いております。楽しいです。前回はね、スティーブ・カーンっていうね、ジャズギタリストなんですけども、面白かったね。いや、今回ライル・メイズ興味深いですね。楽しみになっちゃった今ポッドキャストが。ちょっくらこの辺一周行ってきます。はい、それでは出張行ってまいります。今日はね、宮の坂ですね、地上ルートで行ってみようと思います。はい、出張レッスン終わりました。戻ります。でね、ケイちゃんから先ほど連絡来まして、レコーディングがね土曜日になりました。帰りのルートはどっちで帰ろうかな。豪徳寺か下高井戸か。はい、戻ってきまして、もうお風呂も入りました。現在ね9時、2分
ということで、まだ全然早いんですけど、なんかもう寝る気満々みたいな感じでございました。いただいたこれ、あの焼酎ね、チビチビストレートでいただいております。やっぱね、あれば飲んじゃうね、家に、うん、あれば飲んじゃう。もうチビチビ、はい、やっていく感じに。一応ねダイエット中なんですよ、こう見えて。ずっとさ、卵ダイエットって言って、メンタリスト DAIGO さんが朝卵を3つ食べるといいっていうやつね、ずっとやってきてるんですけど、まあ特に変化なしというか、まあ若干今太ってさ、まあそんでもずっと続けてはいるんだけど、でお酒を減らしてるでしょ。であとはね、昼はクスクスとか普通に食べちゃってますから、炭水化物ですよね。ただ夜は、ここのとこずっとね、野菜スティックをこうヨーグルトのサワークリームとかつけて食べるっていうのでやってます。でコーヒーをね、私毎日飲むんですけれども、まあ飲んでますよね。で余ったコーヒーで、先日なんだ、コーヒーゼリーみたいなやつ、まあ寒天でね作ったんですよ。でブラックの状態のまま、くっそまずくて、それがもう信じられないぐらいまずくて、まあ砂糖を入れてないし、ブラックのままだし。でコーヒーもさ、なんだろうな、やっぱちょっと時間経ってこう、なんつうの、酸味がちょっと強く出てるみたいな感じで、とにかく美味しくないのね、その寒天が。でももったいないからこう食べてんのよ。晩ご飯食べて、そのサラダスティックとか食べて、もうちょいなんか食べたいなって気持ちになるでしょ。あー、なんかもうちょい食べたいなってなったら、もうそのコーヒーゼリーを食べるのよ。コーヒーゼリーっていうか寒天なんだけど、そうすると、うわまずい、これほんとまずいって言って、もう一口ぐらい頑張って食べて、あーもうまずい、もうこれ以上食えないってなって終了ですよ、晩ご飯。これで痩せんじゃないのっていう感じはするけど、あとウォーキングやってるしさ、最近。ここんとこ連日ちゃんとね1万歩到達してますから、流れとしては最近非常にいいです。まあジム行ってない分ね、少しでも運動しなきゃなっていうとこですよね、痩せるために。最初のシーズン1の時かな、痩せるっつってジム通って、なんていうの、食事制限もして、糖質制限かやって、で十何キロとかその時痩せたんだよね、確かね。68ぐらいまで落ちたんですよね。で今72とかな、まあもうちょいあったんだけど、落ちてきてまた72みたいな感じなのね。で最終的になんかこう、その当時68でさ、こう止まっちゃったんだけど、66が目標だったわけよ。だから今回はまあこんな状況だけど、昼間普通に炭水化物ね食べてますが、66目指したいなと、再びね目標を立てて頑張ってるわけですよ。だからウォーキングもね、いいと思いますよ。やんないよりはいい、1時間とかでもいいからね。で1万歩っていう目標もさ、こうあるし、こうちゃんと出てくれますから、歩数が頑張っていきます。でね、ケイちゃんから連絡が結局今日来まして、土曜日にレコーディングお願いしますということで、ケイちゃん家行くことになったんですよ。でエレキだけっていうことなんで、まあエレキ持っていくんだけど、じゃあエレキどれ持っていくんですかっていう感じで、で音源送りますっていうのと、あとリファレンスも送りますっていうことで、まあまだ届いてないからわかんないんだけど、ストラトを持っていくパターンだと、これ非常に今コンディションが悪くてですね、これがね今弦高もすごい高いし、多分ネックが曲がっちゃってんだろうね。今強烈に調子悪いんだよな。ストラトでやる場合はこれは、なんとかしなきゃいけない。石井さんに持っていくかなんかするか。自分ではあんまやりたくないけど、これはネック外さないとトラスロット回んないタイプなんで、石井さんがね、そんな急にさ、お願いしますって。まあ大体やってくれるんだけどね、石井さんは。まだわかんないです。で、レスポールだった場合、レスポールもね、ここんとこずーっと触ってませんから。でも、なんか、レッスンで使うからって言って、ちょっと弦高を下げたりとか、弦変えたりとかは割と最近したと思う。レッスンでは使ってはいたと思うんだよね、これはまだ。ストラトよりは触ってます。生徒さんが。自分じゃないんだっていう。どうだろう？まあ悪くないんじゃない多分。でセミアコだったら普段からレッスンで使ってるから、コンディションは大丈夫です。レスポールのフロントがタップで、シングルになるんで、まあ若干違うけど、なんつうの、ストラート
ぽいシングルっぽい雰囲気もまあ出せるからレスポールでいくかもしれないけど、でアンプを持っていきます。こちらですね。で今回は、前回も使いましたブルーボックススピーカーシミュレーターも持っていこうと思ってます。でこれに必要なのがアウトプットで普通にキャノンで出すので、一応まあケイちゃんちあると思うけどキャノン持っていくでしょ。それプラス、スピーカーケーブルも必要です。はい。でアンプ1にはレックアウトが別についてて、そこにも一応スピーカーシミュレーターは入ってるから、まあどうだろう、ノイズ問題とかそういうのも考慮してですけども、ノイズが乗るようだったらレックアウトから出力するかなって感じですかね。そういやね、サウンドハウス頼んだんだけど、なんか全然届いてねえんだけど、どうなってんだ？サウンドハウスで弦と、なんか二股のやつで、18V にこう、9V 二つ繋いで、18になりますみたいなケーブル。それでスピーカーシミュレーターを動かしてみたいんだけど、え？サウンドハウスって結構早く届くよね。在庫ないのか。え？入荷まで数ヶ月以上お時間をいただくって、どれが？うわっ！これ7弦の方じゃん。いや、いいよ。7弦の方はいいよ。別に。ケーブルだけ先送ってよ。これ電話しなきゃ。明日電話します。送ってくれよ。そうか、なんか、まとめて発送みたいなのをおっしゃったんだな、きっと。ミスったな。そんな、いいよ。エリクサーの7弦なんて別に。こんな滅多に使わないんだから。まあ楽曲、ね、ケイちゃんから届いてみてですけどね。何持ってるか。エフェクター類が、まあそれこそ何使うか分かんないんだけど、ケイちゃんが言うにはクリーンと歪みって言ってたから、クリーンに何かしらかけるってなった場合、ここで録音じゃないから持ち込みなんで、何かしら持ってかないとって感じになるよね。なんかレコーディングの時ってこう、ああこれいいかもしれないってアイデアが湧いた時にないと困るんだよね、そのエフェクターが。まあ後々プラグインとかでかけるっていうことは可能だけどね。ここ以外でやりたくないのはそういう理由もあって、ここだったらあるからさ、全部ね、ギターに関するものはね。今回はまあ時間がないから来てくれっていうことなんで、まあ行きますけど、持ってける機材にもこう限りがありますよっていうのをね踏まえた上でなんで、今回はしょうがないですね。まあペダルボード持ってっちゃえば、そのボスの MS3 があっちには乗ってますんで、まあ最悪ボスの MS3 の中のマルチでなんか空間系とかさ、コーラスとかフィルターとか分かんない、その辺もしなんか使うとなったらマルチでそっちから出すとかありかもしんないけどね。いやー今日疲れたな。やっぱ運動してさ、こうウォーキングね1時間とかやって、そっから出張してるし、まあ、ギター背負ってるしね、結構疲れましたね。で明日がこちらでレッスンがあって、さらに出張もあって、で土曜日がそのねレッスンもあって、そんで終わってすぐケイちゃんとこに行ってレコーディングするんで、明日は確実に明後日の分も動画の編集とか全部終わらせておいた方がいいということになります。ここ大事ですね、すごく。 Vlog の編集をどこでやるかっていうのがすごく重要になってきて、21日日曜日はもう本当に朝から晩までがっつりレッスンだから、それこそ Vlog の編集なんかやってる時間ってないわけですよ。21日にアップする動画っていうのは19日明日のものなんですよ。2日遅れのサイクルだからね。だから19日の段階で撮影が終わって、そのままその日のやつも編集が終わってるっていう状態を作れれば、安心してこの土日を乗り切ることができるということになります。これ大事です、ここ大事です、すごく。今のうちにこういう計算をして早めに動いておかないと危ないです。いやーきついな絶対この土日。でもしょうがないね、そこしかもうやる時間ないんだもん。ストラドちょっといじってみるか。今現状ね、この状態で置いとくよりはまだいいよね。自分でネック外すって怖いよね。基本ネックはね、自分でやるけど、状態が変化するっつったらネックしか考えられないんで、それ以外触んないから。だからネックは自分で、戻しますけど、ある程度これぐらいが弾きやすいな、みたいな感じのとこにさ。でも外すっつうのはね、ちょっとね、これは自分ではやりたくないね。だってなんかね、ここね、なんだろうな、すごいこうシビアに
なんか石井さんやってんだよね、いつもこう作業してるところを見ると、このネックのなんていうか接地面、この角度とかなんかコンコンってやったりとかして、すごいねシビアにここ見てるのよ。自分ではとてもじゃないけどね、わかんないな、そういうとこ、こう外さなきゃネックが調整できないって、これすごい不便だよね。はい、取れました。マジでやりたくねえ、やりたくないけどしょうがないよ。あれ結構太いな。これは不次元だからインチじゃなくてミリってことか、もしかして。いやネック外すとかやりたくないな。こんぐらいですかね。これ結構太いですよ。はい、きたきたきた、これです。いくぜ。多分こっちだと思うんだけど、あれ緩いな。じゃあ違うな、締めたいんで。あれちょっと締めすぎた。え、まあでもこんぐらいで一旦やってみるか。これでまたさ、ネックはめてダメだったらもう一回外すしかないからね。絶対石井さんにやってもらってもいいよ。分かってますよ、自分でやるべきじゃないってことは分かっているけど仕方ないんだ、時間がないから。結構石井さんはここね、しっかりがっちりやるんだよね。このプレートが曲がるぐらい、もういかないっていうぐらいがっちりやんで、いつもその後なんかこうやって見てる、なんかまっすぐなのかどうか、なんかそういうのやってる、わかんないけど自分はね、こうやって見てる。でなんかコンってやったりする、なんかコンってで、なんか こうやってグッてやったりとか、こうやってる。自分はわかんないけどね。もうちょいかな。もう一回外します。いやどうだろう、ね、悪くはないよ、悪くはない、悪くはないけど、いやダメだな、もうちょい。ついでに弦も交換しようか。え、ってことは先に弦を交換してから締めた方がいいですか。一旦締めようか、ここだっていうところを作って、で弦交換しよう。もうちょっとだから、もうこれ忘れす。うん、まあちょっと自分でできるのはこれぐらいかな、ここまでが限界だと思う。よし、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。この後私は、弦交換をするで動画を進めるということで、今日はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。また明日。